はい、皆さんこんにちは、ピカです。赤狼やっていくぜ。はい、今回はね、騎馬武者にね、挑戦してみたい。で、まあそいつに会う前に、馬が死んでて、爆竹使いやがってってなんか嘆いてた侍さんがいたから、爆竹のね、あの購入場所を、ネットで調べて、で、あの義人衆に仕込んだらいいみたいですね。話しかけよう。なんじゃ。義人具を仕込む。はい、爆竹も義人具なんだ。俺アイテムかと思ってた。で、これをあの仕込めばいいんだな。はい、普通に、義人衆として使えばいいんだね。はい、そしたらお願いします。よし、ありがとうござった。よし、そしたら、その大将がいるとこまで行きましょう。仏渡りのここか。よし、ここね。で、あいつこかげ、かわいそうなオラの馬子よ。やつら、マクチクなんぞで脅かしよって。死んじまったな。死んじまったよ。おそらく爆竹有効ではないかと思うんですけどね。まああいつは無視よ。よし、そしたら行くぜ。そしたらね、爆竹にかわしとかなければ。手裏剣。あ、そっか、仕込んでねえのか。仕込んでないというか、ならこいつを爆竹に変えとけ。よし、これでいいわ。はい、行くぞ。鬼は行分正隆なり。こい、聖帝を知るぞ。わっぱ、オッケー、やっぱり有効だ。やっぱり有効でござるぞ。行くぞ鬼影。タイミングが。その戦を見せてやろう。何？失敗したー。
死んだ。ほう、ひとたびでは足らぬか。なら、幾たびでも斬るまでのこと。これはね、これはちょっと練習だ。爆竹使ってもあ、死んじゃった。ゴーテモンは開かぬもん。すげえな。ダッセー防御してるやろ。切り取り戦の足なしよ。パッパ、その戦を見せてやろう。反撃すんのか。反撃するんだ。やばいぞ。飛べ。それ防御してる。俺防御出してる。それやめろ。こっち必死なんだからよ。頼むぜ。防御してるぞ。もうちょいだ。
いの記憶、鬼仏に対座し戦いの記憶と向き合うことで攻め力、攻め力を成長できる。はい、はい、からくり術。まあこれで任務種を改造できるようになったね。よーし、強化ね。はい、 OK。 よし、これであそこの上にね、ひょうたん売ってくれるやついるんですよ。まあその前にここ開けておこう。鬼仏、まず、はい、身体能力を高める。よし、 HP と、体幹の最大値が上昇で、攻め力を強化する。よーし、そして休憩。でスキルは、スキルはね、これかな。まあいよい、これはまあ自分でやっておく。よし、そしてあそこにひょうたんの種をね売ってくれる。まあそこでも爆竹買えるんですけどね、いろいろね調べてるんですよ。はい、ここだ。おい、悟空よ、いかがかね。はい、こんなところにも死者があるところ、また供養集あり、故に戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。アイテムを購入。はい、これ1000円するな。俺いくら持ってんだ今。300円か。そうか。死者があるところ、また供養集あり、どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。わかりました。よし、そしたらまあこいつはこれを開けておく。よし、これはね、ここね。あれ？どこ行った？あ、ここか。馬神で投げていたやついたとこね、ここね。よーし、まあ1000円までだいぶあるな。オッケー、そしたらこう、君は誰だ。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりゃしないよ。
戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい？そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。そうですか。よーし、まあ、この人はネズミがもう一匹。何、うん、俺は狼。いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り。何わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ、名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義士とは懐かしい。なるほど、石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。王セキロ、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃセキロ、ネズミ狩りをせぬか？まあこれはよくわからん。承知しとけ。承知した。よしセキロよ、ならばこれをくれてやる。ネズミについて記す。まあおる場所か大手門のあたりなど。怪しい。このネズミ行く引きも潜む。小兵にいて笠かぶる。はい、これはネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。承知した。よし、ここはなんだ、なんかあんのか。ある、あるぞ。銭か。あっちは上もなんかいけるぞ。ここはなんもない。おっと、初めて忍びらしいところに行き着いたようじゃ。あ、ここはなんだ。あっちから行くのかな。うっそ、行けないのか。行けないようじゃ。わかった。よし、では先に進もう。大手門の中に入っていきましょう。さて、開けるぜ。まあここもね、
練習はしたんだよな。この先に牛さんがいるんだ。とても怖い牛さんが、あまり言わない方がいいな。まあそこで止まってますそういうこっちゃああ気が重たい。ん？盗み行き。一心の病、やはり重いようじゃ。うん、たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は。城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠のムジナ生中にはやれぬぞ。傘野郎だね。あいつらがムジナ、あ、ムジナじゃねえ、あいつなのか。あいつらが、何？待てよ。あ、違った。何？そうか、これは斧か。やめろ。なんだこれ、炎症だな。また改造になんか使えるのか。もう一匹になかったか。あれ、いなかったか。よし、まあ大手門あたりの、まあこのネズミらしいやつは切ったが、このネズミじゃないのかな。そうか、いやー、まあ何回かね、まあ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 、
よし、今500円か。500円だと、500円だとちょっとね。そこにいいんだよな。逆にあっち側からやったらどうなるんだ。これならできるぞ。まずあいつの目をくらませて、見かったか。そうか。よし、そしたらね、ちょっとね、ひょうたん変えるまでちょっと修行してきます。はい、すぐ戻ってくるぜ。お、ネズミを飼ったようじゃな。はい。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。オッケー、なんだこれ。アシナ流の伝書。アシナ流のスキルを習得できるようになる。おほう。これいいじゃないか。スキルじゃないか。メインチックじゃないか、これ。なんだ、サブミッションみたいもんかと思ってたら、どんどんネズミ狩ろう。これは、アシナ流じゃ。そうじゃ。流派という手も、堅苦しい決まり事などない。何？ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。わかった。やっぱりあの大手門でぶっ殺した笠野郎、ネズミやったんだですね。オッケーオッケー、やっ勝ってよかったっちゅうこっちゃ。どこだ、こっちだ。さあ、ここでひょうたんを買って、極陽。そうです、ひょうたん。はいはい。2円しかないようになるけどね。はい、2円。はい、そうです。はい、はい、オッケー。これでひょう死者たちに、はい、ひょうたんの種、エマに渡してこよう。エマさん、待っていました。はい。分かったのか。はい、解を得ました。流害の源、それは血の淀みです。何故血が淀む？あなたはたとえ改正の力が尽きていたとしても、いずれ蘇っています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。流害になったものからか。おそらくは流害になったものは、人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。どうやって治す？奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。流因の雫。生の力を、それを奪った者たちに返せる。
これはなんだ。はいはい、まあセットみたいもんか。ややこしいな。まあ病気治せるようになったっちゅうことですね。よし。まあ任務は義人種はまだ仕込めないから、そしたら戻るよ。大手門に戻るぜ。足な流ってどんなスキルなんだろう。ちょっと見よう。これか。一文字を習得。上段から重い一撃で、はい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 、はい、強力そうだねこれ。チェスターみたいなね。正面から叩き切る。ただそれだけを1位に先進した技。はい、わかった。じゃあこれまあ、もうちょっとでまあ5たまるんだけど、まあいっか、これやっとけ。なんだこれ、下り鯉。8機を成功させた後、数秒間攻撃による体感ダメージが上昇する。ほうほうほう、あ、そうなんだ。これはいいぞ。体感溜めやすいってことか。これはもう無条件じゃ。これはこれはなんだ、登り鯉を習得。弾きを成功させた時の体感ダメージが上昇。ほうほうほう。え、こっちとどう違うんだ。あ、なるほど。はいはい。まあどっちもいいね。アシナ流いいな。僕アシナに就職する。決まりました。あれ、そうだ、エマにひょうたん渡すの忘れてた。今すぐ戻ってくる。オッケー、ひょうたん4つなったぜ。よし、そしたら芦名流、これセットし、一文字これにセットし直そう。で使い方は一緒かな。L1 プラス R1 ね。で L1 プラス R1 長押しでより強力な渾身面打ちできるのか。ほう、これはいいぞ。はいはいはい。まあこれはため切りはないんだな。これはため切りあるんだ。君です。よしよし、いい感じだ。そしたらこれをまあ火にしといて、よしで爆竹セットしといてと。爆竹より、まあどうなんだろう、爆竹でいいのか。まあすんなり勝てるとは思えないけど。
いや、いろんなスキルどんどん覚えたくなってきた。やっぱりあの横にもいる。見かけないよな。あいつら無視かな。めんどくせえな。まあ格好つけて倒したところがボス戦控えてるから行っちまおう。行けばいいんだけどな。緊張するな。決まった。なんで牛さん、牛さん、牛さん、非常に嫌、非常に嫌。牛さん、あいつやっつけて、あいつ殺して。こんな無理だよお前バイロ、あいつ殺してな、あいつ。
ソ当たるやろお前。あんまり使いすぎたらね、効かなくなる。一文字切り、はい、一文字切りして、あれ忍びポーズなってんだよ。手汗かく、これこんな手汗かくわい。ふざけんな、これなんだこれお前。嫌だから、やっちまえ。すぎるだろお前それ。お前はふざけんな。こんなのゲームかこれ。嫌だ、ここ。絶対に勝ちたい。避けろ、避けろ。
してんの？何してんのそれ。おい、何してんのよ。おい、ちょっと待って、望遠鏡鳴ってる。だぞお前。消えかけてる正義を見せてくれ。
頼む。ダウンしろよ。お前情報違うやろな。お前もういい加減しろよ。ダウンしろや。くっそー。ダウンしてくれよ。おい、ダウンしてよ。こんなんで終わるの嫌だよ。もう泣きてんのもう本当に。なんだこれ。もう目ぼやけて読めねえ。これ集中すぎて。どうやら疲れちまった。静まったようじゃな。あ属兵まだ生きておるぞ。何が何お前な何しに来んの。俺死にかけてんだよ。あれねえのか。あこにある。休憩しろ。よし。誰ですか。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる。はい、お前さん、仙宝寺を知らんのかい。金剛山の仙宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。大丈夫ですか。ですか。わかりました。よし。さあ、そしたらもうちょっと行ってみっか。ここらなんだ。九郎様、刻限ですね。エマ殿、分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。おう、わかりました。いやー、これミスっちゃうから、これわざと外しました。ひってかった。本当ひってかった。これどんどんひどくなるね。ほんとひってえな、これ。あれなんだ、何なってんだ。なんか
バズーガー本みたいの持ってるやついんな。あ、どうやって行けばいいんだよ。どうやって行けばいいんだあれ。こっちからか。あ、開いたぞ。この下は、開きそうじゃん。ほう。まあこの下行ってみっか。この辺りに忍びが入り込んだそうじゃ。探してくれ。心得たが、最近頻繁ではないか。なあ、それだけ戦が近いということじゃろう。だからこそ放ってはおけぬでな。これはどこだ。待って、これいや、どこだこれ。え、これ最初のとこじゃないのか。え、なに最初のとこだよこれ。くっちゃくちゃなってる。どこがどこかさっぱりわからん。まあとりあえず、うん、ここで最初になんか腕組んでる中ボスいて、そいつにぶっ殺されてたもんね。いやー、あの牛はほんと参った。あー、そうそうそう、懐かしい。なんかここ戻ればいいのかな。この上行ける。行ける。そこにもいる。いや、最初あいつぶっ殺した方がいいかもしんないな。どうなんだろう。これで行っても気づかれるんじゃねえか。ちょ待て。
ここにいる。めんどくせえな。待てよ。もう。うっさー。オッケー。待て。あ、ここにもいんのかよ。こっちは開くの？とりあえずさっきのやつどこに行ったんだ？なんだそれ？どこ行ったんだよさっきの。箱にいるな。何？お前さっきなかったろ？勘弁してくれねえかな。そりゃなしだよ。なんでお前二人いんの？くそ、やめろ。くそ、あーひでえ、罠だらけじゃ。死んだ。ああひでえ。あれ隠密できないじゃんか。隠密できないじゃんか。ああひでえ。こっちはこっちは開くの？開かんのか。こっちはなんだ？で、どこに敵んの？アゴか。なにあれ？なにあいつ？いやー素晴らしい景色じゃ。はい、ごめんなさい。それではね、今回はここまでにしときます。ここの探索はね、次しましょう。はい、それじゃあまた次回お会いしましょう。またね。